生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼もうします。京都へおいでやす。どうも Mr. 京都アキです。はい、花粉がやばいな。もう鼻がねムズムズするんですけども、本日も京都府久美山までやってきたぞ。はい、本日も久美山の名店からお届けさせていただくんですけども、今回は来月4月から、はい、創業祭第4弾という形でまたもや新商品を販売したいということでご連絡をいただきましてやってきたんですけども、メニューは僕もまだ知らないです。はい、中へ入ってから聞こうと思います。ほんで創業祭いろいろスーパーホワイトラーメンとか、いろいろアップさせていただいてるんですけども、結構なね視聴者さんが来ていただいてるというふうに聞いておりまして、皆さんほんまにありがとうございます。ここは国道沿いなんで車も止めれますんで、非常に立地もいい場所なんで、はい、皆さん今回もうまそうやなと思ったらぜひ食べに来ていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってください。ゴーゴーゴートリプルゴーレスも行ってきます。はい、ということでやってきた、今回は4月の創業祭で新商品が販売されるということで、僕も何が出されるか聞いてないんですけども、はい、非常に楽しみですね。何出すやろな。いや、このスーパーホワイトもね結構ね皆さん食べに来ていただいてるということでありがとうございます。そしたら行きます。いやー、みーちゃん1年ぶりやな。今日なんか新商品が販売されるいうことで、はい、何すんの？きらめきのどりさんの台湾まぜそばの、アレンジして、台湾まぜ飯。あかんで。もうスーパーブラックとそれからの台湾まぜそばのパクリバージョン。あかんで、俺怒られるわ。はい、面白いかなと思う。はい。でも楽しみですね、はい、じゃあそれちょっとね、僕ね中華そば食べたことないんで、まだラーメンもつけてほしいんですけど、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。今日は真面目に仕事してるんですね。真面目いや、またうまそうやん、これむっちゃうまそうやな、これ。うまそうでしょ。うまそう、まだ見せへんけどね。うまそうでしょ。はい、何が何が、はい、来ましたよ。こちらが4月創業祭の新メニュー。やばいな、これやばい、ね、こんなん考えたな。具材も大量やね、これ、はい、野菜、キャベツに、もやしに、ネギに、豚肉も乗ってる、ミンチも乗ってる。これ、これいくらで販売するんですか。どうしましょう。650円ぐらい。そんな安いでいいの。はい、ああ、ただ中華そばと合わせても1000円ちょっとな。そうですね。ああ、はい、ほんで僕中華そばね動画では出したことないんで、ちょっと今日味見がてら出させてもらってるんですけど、こんな感じですね。スーパーホワイトの元になってる中華そば、うん、うまそうですね。昔ながらの食堂の中華そばっていう感じで、食らっていきます。じゃあね、今日はメインの4月に販売される台湾まぜ飯の前に、この一番さんの中華そば、これいただきます。動画で紹介するの初めてなんですけど、もう香りからしてうまそうですよね。昔の懐かしい中華そばですね。よっしゃ、来たぞ、ボリューム満点や。こんないっぱい食えるかな。はい、ということでいただきます。鶏ガラのいい香りがしてるな。めちゃくちゃいい感じだな。これぞ中華そばっていう感じ。うまいな。もう元祖ラーメンさ。スイスイ飲めるな。飲んだ後とかにも最高な感じの出汁で。これはね、なんかね、なんていうかもう、昔幼い頃海の家とかで食べたそんなラーメンを思い出す感じですね。
具材もたくさん入って、これ贅沢ですよね、ほんま。麺いきます。麺も昔ながらのね、これ中華麺で、うまいですね、これ。おお。それはね、元のスープがうまいからね、あのスーパーホワイトもうまいはずやわ。これにマヨネーズが入ったのがスーパーホワイトです。行くぞ、麺バーゲームじゃね。うまいと、懐かしい。これですよね、もうほんま中華そば。お歌も入ってるしね。そしたら行くよ、台湾混ぜ飯。またもやとんでもない商品やな、これ。これミンチもすごい濃厚な感じで、うまそうですよ、これ。まあおそらくぐちゃぐちゃにして食べれると思いますけど、まずは普通にこんな感じでミンチとご飯、ご飯も山盛り入ってるな、これ。まずは卵を混ぜずに食らうぞ、台湾混ぜ飯。これまた濃厚な味付けのピリ辛のミンチ、むちゃくちゃ濃厚なミンチですね。はい、結構ピリ辛、うん、ご飯に合うわ。うん、担々麺に使われているようなそんな味がするんですけども、はい、ミンチも結構入ってて、はい、米にむっちゃ合うね。混ぜていきます。いや、これ結構ピリ辛でうまいわ。やっぱこれぐらいね、ピリ辛の方が美味しいんですよ。4月の新商品、いくぞ、混ぜます。ほら、うわー、こんなん絶対うまいやろ。もう野菜も入ってるし体にも良さそうで、はい。いやー、これはまた見かけカレーライスみたいなと思うんだけど、濃厚ごま味噌味ですね、はい、これしたらすごいむちゃくちゃまろやかになって、辛さが抑えられて美味しいわ、うん、ほんまこれごまの香りが強烈ですね。あのひらみさんのパクリやって言ってたけど、もう全然ちゃう。これはもう完璧、ごま、ごまの香りがすごい。いいね、米に合うね。じゃあこの中華そばも味変して、もうシンプルに胡椒だけ、これでいいんですよ。むちゃくちゃうまいな。もうチャーシューも普通のこんなんですけども、これがまたいい味出してるんですね。あら、メンマもうまい。今日も視聴者さんが来られてます、僕の視聴者さん、はい、もうほんまむちゃくちゃ来られてるみたいです、はい、ありがとうございます。台湾まず飯はね、味変これマヨネーズなんですよ。マヨネーズ。よっしゃ、これぐらいいこうか。合わんわけがないやろな、これマヨネーズ絶対うまい。うん、むちゃ合う。ここまでマヨネーズが合う食べ物もあんまないっす、うん、ビビンバ好きなんですよね。うん、いい味でしょ、ビビンバでしょ。ビビンバのごまの香りがきついやつですね。うん、美味しい、うん、これよそにはないね、これ。マヨネーズ合うでしょ。むっちゃ合う、むっちゃ合う、マヨネーズむっちゃ合うわ。
またもやめるかねこれスーパーホワイトとダブルで注文したらやばいね、マヨネーズだらけだから中華そばと頼むのがいいかもしれませんうまい、すごいもん考えたね、はい、美味しい中華そばもめっちゃうまい、結構出てるんですか、もう結構出ますね、20とか30とかねえ、はい、皆さん違うのに、いやほんま美味しいわこれ昔ながらの味でね、ほんであの僕の YouTube 見て結構来られてるみたいでね、そうですね、はいはい、よかったね、4月もぜひ来てください、はい、台湾まぜ飯やります、うまい、ボリュームもあるし、安いし、うまいし、米が進みまくります。ほんでこの中華そばね、きっとね、誰が食べても美味しいって言うと思う、はい、ほんまもうラーメンじゃなくて中華そば、これですよ、はい、ということで4月の創業祭にこちらの新メニューは新たに登場するということなんで、はい、皆さんよかったらぜひ食べに来ていただきたいと思います。美味しかったです、ごちそうさまでした、うまかったです、ごちそうさまでした、はい、ということでごちそうさまでした、またまたパクリメニューですけど全然違うメニューです、はい、味も全然違うし、はい、こちらはどっちかというとビビンバ丼って言ってもおかしくない味で、はい、美味しかったですね、はい、ほんでやっぱ中華そばがうまいわ、皆さんぜひ中華そばとセットで食べてください、来月4月創業祭からいただきますんでよろしくお願いいたします、ということでごちそうさまでした、それではチャンネル登録よろしくお願いいたします、ご視聴ありがとうございました、ご視聴いただいている皆様ありがとうございます、本日も久美山一番さんからお届けさせていただきました、ありがとうございました。